先ほどの話に少し紐付きますが、仮に今ひろゆきさんにお子さんが生まれた場合、教育的な意味合いで大切する要素はありますか？好きなことを好きなようにやらせるんじゃないですか？まあ、ポケモン好きな子っていると思うんですけど、ポケモンの名前とか超覚えるじゃないですか。多分ポケモンってもう200種類ぐらいあると思うんですけど、でじゃあ200種類のポケモンの種類とか種族とか得意技とかって覚えるってすげえ記憶量なんですよ。もっといる？400ぐらいいる？まあ、知らんけど。でもじゃあその掛け算とかってさ、9×9 でもさ結構覚えんのめんどくさかって覚えないじゃん。ポケモンのが全然難しいのよ。もう800とかいんの？あ、そんないるの？僕ミュウツーで止まってるんですいませんお前らポケモン詳しいなそのポケモン詳しい能力を他に使った方がいいと思うんだけど、まあ、ともあれその好きなものって自分で調べるとか記憶するってすげえやるんですよ。で調べたり記憶する能力って好きなものでやった後にその能力を嫌いなものに向けられるかどうかなんですよ。そのポケモン好きだからじゃあポケモンの名前覚えます、能力覚えますって後にじゃあ今度はこの大学に行きたいですとなったら、この大学を行くためにものを調べて記憶をするっていうもともと手に入れた能力を使うようになるんですよ。なので好きなものを調べるとか覚えるっていうのをその習得するためにはまず好きなものをちゃんと好きなままやらせるっていうのが大事なんじゃないかなと思います。はい、ポケモン GO をやってたんですけど、その僕そのポケモン GO をフランス語版でやってしまったせいで、その日本でそのポケモンをなんていうかがわからないんですよなのでややこしいんですよね、会話をするときに。はい、すごいいいこと言ってるひろゆきなのにはい、すいません。なんかひよやじっていうクソ野郎がいて、死んで魚の目をしてるおっさんなんですけどって、こういう話すればいいのかな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。